寒い季節が来て、12月に入れば、クリスマスという行事があります。大切な人と過ごす方や、クリぼっちという方もいることでしょう。クリスマスなんてしょうもねえぜ。そんな、恋人たちのせいやということもあり、今回は、クミちゃんとのドキドキ、回ランキングを作成しました。奥手な一歩に、悶々する方や、急接近にドキドキする方も多いはず。この動画を見て、クリスマスに恋人を作ろう、と思った方は、ぜひチャンネル登録をしていってくださいね。何が何でも作ってやるぜ。では、早速ランキングに入ります。クミちゃんとの恋が急接近。ドキドキ回はこれだー。第3位、一歩の告白。パート1。仙道を倒し、日本チャンピオンになった一歩の、初防衛戦は真田で、真田は病院の院長の息子だった。イケメンの御曹司ということもあり、ナースの間でも話題に上がるほどで、高村率いる鴨川軍団はそれを面白おかしく盛り上げ、告白をしろと言ってくる。ただでとはいかず、一歩も腕相撲をして負ければ告白をすることを決意し、木村、青木を難なく撃破した後、高村によって敗れた。強引とはいえ、約束を守らなくてはならなくなった一歩は、久美ちゃんに電話をし、会うことを約束する。告白することが決まり、鴨川軍団も、ファンもドキドキする中、二人で食事を終えた後、公園へ向かった。いざ、告白をする一歩、だが、口から出てくるのは、あのですね、と、ファンを悶々とさせるじらしよう。それを聞いていた久美ちゃんが、ちゃんと聞いてますから、言ってください、と、可愛さあふれる表情を浮かべ、一歩愛を消し、久美さん、と心臓をバクバクさせ、最後に振り絞った言葉は、4月に試合があるとのことだった。新喜劇のように、ずっこけるワンポだったが、クミちゃんも、視聴者もこれにはがっかりし、この告白は、最悪の結果で幕を閉じた。結果は最悪だったが、それまでの過程にドキドキしたファンも多いことから、第3位にランクインしました。一歩はダメダメだけど、クミちゃんの可愛さにドキドキしたぜ。第2位、一歩の告白、パート2。先ほどと同じ、一歩の告白シーンがランクインしました。一歩の初めての後輩、山田直道、通称ゲロ道との一戦を終え、仲の良かった後輩と戦ったこともあり、気がめいっているそんな中、青木が海へ誘ってくれ、気分転換のために参加する。参加した理由は、久美ちゃんがいることが大きな理由で、青木と富子、久美ちゃんと一歩の4人で海へ向かう。海へ着き、水着姿と、海を背景にした久美ちゃんの可愛さに、一歩はドキドキを隠せないでいる。ダブルデートもうまくいき、誘ってくれた青木に感謝する一歩だったが、青木からこのデートは、泊まりだと聞かされる。驚きを隠せない一歩、久美ちゃんと同じ部屋で、緊張し、夜風をあたりに、海辺散歩へ出かけた。夜の海で、怖がる久美ちゃんに対し、怖い話で怖がらせ、鼻の下を伸ばしている一歩、青木と高村の一悶着の後、ホテルへ帰った。お酒を飲んだ久美ちゃんが、一歩へ告白をしそうになるのを止め、その先は、僕から言います、と、一歩の告白が始まるのだった。前回同様、を繰り返すが、ボクシングの基礎を思い出し、ジャブを出すように、少しずつ告白を続け、勇気を振り絞り、ずっと、好きでした、久美さんのことが、と、好きであることを伝えた。だが、前置きが長すぎたせいか、告白を聞かずして、久美ちゃんは眠ってしまっていたのだった。それでも好きであることを伝えた自分に、賞賛を与える一歩、ファンからすれば、何し天然感は否めないが、ドキドキした方も多かったこのシーンが、2位にランクインしました。クミちゃんの寝顔、可愛すぎなんだよな。第1位、ファーストキス、滑り落ちる坂。宮田 VS ランディの試合が終わり、刺激を受けた一歩が、いつも通り、土手沿いをロードワークしていると、クミちゃんが登場する。何か用事があるのか、と、聞く一歩に対し、用がないと会いに来たらダメですか、と、いつも通りの可愛さに、心臓を打ち抜かれる一歩。兄であるマシバの、試合を一緒に見に行く約束をし、話すことがなくなる二人。練習の邪魔になるから、と、帰ろうとするクミちゃんを、止めようと近づく一歩。その時、なぜかちょうどよく、下に引いてあった芝剃りにより倒れ込み、クミちゃんの上に乗る形になった。二人は見つめ合い、頬を赤く染め上げ、少しずつ顔を近づけ合う。クミちゃんは目をつぶり、一歩は覚悟を決め、お互いの吐息がかかる位置まで唇は近づいた。だが、一歩の唇は地面につき、クミちゃんは、坂道を滑り落ちていた。奥手な一歩が、今までにないくらい進展し、ニヤニヤが止まらないファンも多かったはず。タイミングよく落ちている芝剃りに救われ、そしてタイミングよく滑り出す芝剃りに裏切られた瞬間でもあった。キスをすることはないと思っていたファンをも、緊張し、ドキドキさせてしまうこのシーンが、堂々の1位に認定されました。このシーンを見ながら、唇をとんがらせてしまったのは内緒にしてくれよな。ちなみに、この事件の後、クミちゃんは暴走し、滑る、というキーワードを口走る先生の腕をメスで刺したり、ハゲ頭の患者さんをファイルでしばき上げたりなど、マシバの妹であることを再認識させるシーンも存在した。
それとは対照的に、満足感満載の一歩がいることは、クミちゃんが知る由もなかった。皆さんいかがだったでしょうか？奥手な一歩と、可愛いクミちゃんのラブラブ会を、ピックアップしてみましたが、皆さんも、私と同じくドキドキしたことでしょう。うじうじする一歩に、イラつきを隠せないファンも多いと思いますが、これからもこの二人を応援し、そして、ドキドキさせられていきましょう。他にも、こんなシーンにドキドキした、このシーンは興奮しました、などありましたら、どしどしコメント欄へお書きください。ハゲ頭にキスするシーンで、口元緩んじまったぜ。このチャンネルでは他にも、初めの一歩に関する動画を投稿してますので、気になる方はぜひ、チャンネルへお越しください。今回の動画、クミちゃんが可愛いと思った方は、チャンネル登録を、もっと頑張れよ一歩、と思った方は、高評価を押してくださいね。チャンネル登録と高評価の両方してくれたら、クリスマスに恋人ができること、間違いないぜ。嘘はやめろ。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。ほな、おおきに。